はい、東京ビットコインニュースです。今日は10月9日水曜日、東京からお送りしています。今日はビットフィネックスに対する集団訴訟についてお話したいと思います。で、例によってコートリスナーっていうアメリカの裁判の、情報とか資料について、ノンプロフィットでこう裁判所からの情報をね、公開しているっていうサイトの資料を見ながらね、解説したいと思います。それで件名はレイボーウィッツ vs アイフィネックスというタイトルになってるんですけれども、でニューヨーク地方裁判所に申し立てをされているということで、この資料がですね、本文が90何ページで、添付資料が50とかあるんでね、これも読むのも大変なんですけども、できる限りですね、分かりやすく解説しようと思います。それで、一応まとめたんですが、クラスアクションアゲンストビットフィネックスと、でニューヨーク地方裁判所にビットフィネックス、テザー、その他関連会社とその役員に対して集団訴訟を申し立てた。原告は投資家のレイボーウィッツファミリー中心、担当弁護士はロッシェ・フリードマン弁護士事務所。このフリードマン弁護士事務所っていうのは、クレグ博士とクレーマン裁判で、クレーマン側でその金よこせよっていうかね、半分よこせよっていう担当してる弁護士と同じところで、高額訴訟をね、専門にやってる、お兄ちゃんたちなんですよ。というわけで、現在テザーの発行額は 4.1 ビリオンだから、だいたい4400億円ぐらいのテザーが流通しているということになってます。で、訴訟の内容については、投資家を騙し市場操作、不正に得た 利益を隠していると。で、主に取引所ビットフィネックスと、USDT を発行しているテザーを使い、不正にビットコインの価格を操作し、不正に利益を得ている。またテザーは米ドルが 100% 担保と謳っているが、そうではないと。で、2017年から2018年の1月の仮想通貨全体の時価総額は795ビリオン約85兆円であったと。で、損害の規模はまだ未定だが、約 1.4 トリリオン、約150兆円と想定されるということで、になってますと。で、だから原告で訴えた人たちは、とりあえず中心人物がいるんですけれども、その損害を受けた人は、集団訴訟なんで、ぜひ参加してくださいっていうふうに言ってて、で、クレイグ博士もですね、いや、そういうことだったら俺も参加しようかなっていうふうに、言われてはいましたと。で、損害額の計算なんですけれども、これがね、ちょっとね、僕よくわからないんですけど、その訴訟上を見ると、要するにテザーを使ってクリプト、ビットコインをはじめとして、クリプト全体をまずはドーンと上げましたと、不正にね。85兆円分まで、795ビリオンまで行って、で、その後今度は不正にクラッシュさせましたということで、だから行って帰って、だからその85兆円を賭けにっていうことで、150兆円、1点トリリオンということが、その行って帰って分の損害だっていう、そういうロジックみたいなんですね。それかね、そんなんで、そんな大雑把な計算でいいのかなっていうふうに思いますけども、とりあえずそういうことのようですと。それで、まずこちらのテザーのね、発行額なんですけれども、マーケットキャップ、こっちの水色の方は 4.1 ビリオンになってると。で、緑の方が値段で、これはだいたい1ドル前後に、で動いてると。で、オレンジの方は対 BTC との価格ということで、BTC が値段が上がれば上がるほど、テザーの方はパーセンテージは低くなるということですね。で、こちらはですね、どういうふうなお金の流れになっているかというと、テザーがまず、US ダラーから入ってきて、このテザーとなって、そこからまずはビットコインとかイーサーとか XRP とか、
まあ、EOS とかに行って、でそっから BTC からそのクリプトにこうどんどんこう流れていって全体を押し上げてるっていうふうに、まあ、主張してるわけですね。まあ実際はそうなってると思うんですけどね。ででそっからその BTC からこうイーサーに行ってダーってこう行くと。だからまあ2018年1月にはまあピークだった時にはその演出をテザーが演出したというふうにまああの主張しているわけですよ。でそのクラッシュするのもクラッシュさせたと。でこのロシ・フリードマンは弁護士事務所はまあこの3人体制でジョセフ・ディルでベル・ベル・フリードマンとカイル・ロッシェという、まあ、この2人がねパートナーとなっているというこの大型訴訟専門、これでなんか成功報酬とかね、まあなんかそういう感じで勝ったらいくらとか多分そういうような感じにね、まあ、なってるんだと思います。で、それではですね、その他についてなんですけれども、ビットフィゼックス・テザーの他にクリプトキャピタル、これはパナマ籍がの会社があのペイメントプロセッサーっていう形であの入っていて、でこれはあのバハマのデルテックバンクを通じて、まあ、そのテザーの入出金を管理をしてたわけですけれども、実質的に規制を逃れるためのシャドーバンクとしての機能をしていたと。でビットフィネックスはそれ以前はアメリカ、イギリス、台湾の銀行口座を使って複雑に、まあ、送金していたということでね、まあまあ、かなり前からグレーだったわけですよ。でビットフィネックスは、まあ、そのクリプトの取引所としてはあの最大手の一つであるんですけれども、そのクリプトの、まあ、世界中たくさんあるそのクリプトだけの取引やってるとこっていうのはあんまりまあ大したことないですけど、やっぱりフィアットを扱ってるといろんなそのマネーロンダリングとかね、いろんなあの悪いことに使われてるっていうあの可能性がまあ高くて、でまあ前からビットフィネックスはあのやばいやばいとこう言われていたわけですね。で、このクリプトキャピタル社の親会社は今度はスイスにあって、グローバルトレードソリューションズっていうところなんですけども、スイスの規制当局から取引に関する注意喚起 をもう出されていましたと。これは5月の時点ですね。で、グローバルトレードソリューションのエージェントの、レジナルド・フォーラーっていう人も訴えられて、います今回ね。で、このレジナル・フォーラーはまた別件でもニューヨークの検察局に訴えられていて、で彼は元アリゾナのラングラーズのプロフットボール選手で、ミネソタ・バイキングを一時買収しようとしたことで有名になったんですけど、まあ、最終的にはね、株式の一部を持つだけっていう、まあ、投資家であったと。で、ニューヨーク検察局はフォーラーとイスラエル人のラビットとヨセフを無免許のマネートランスミッターとして逮捕を起訴しています。これ別件としてね。で、FBI がその、フォーラーをの、あの逮捕した時にはそのオフィスに1万4000ドル分の、アメリカドルの偽札があったんで、それも押収しているというような状況になってます。で、それとは別にクリプトキャピタル社の口座はアメリカ、ポルトガル、ポーランドの当局によって、2019年の5月に差し押さえされていると。でこれはまあそのどういう容疑がかかって差し押さえされているのかっていうのはまだあの詳細は明らかになってないんですけどね。まあそういうわけでですね、ビットフィネックス周りはね、まあ超黒いわけですよ。そういうような、状況になってます。で、これがそのビットフィネックスの、まあ、会社の組織なんですけども、ビットフィネックスの、まあ、親会社はアイフィネックスということになってて、それの親会社はディジフィネックス。で、テザーも、ディジフィネックスの傘下に入ってると、こうなってて、で、ディジフィネックスの株主は、こういうスチュアート・ホーグナー、パオロ・アドリーノ、ルドヴィカス・ジャンバン・デ・ヴェルデ、
とジャンコ・ディバシーニ、フィリップ・ジー・ポッターという、まあ、こういう人が経営陣になっています。でクリプト・キャピタルっていうとことはまたあの株主としては違うんですけどね。ただひょっとしたらここのパーペチュアル・アクション・グループっていう こっからまたつながってるかもしれないですね。で、まあ、経営陣はこういう人たちですと。で、この人が、レジナルド・フォーラーさんですね。元プロフットボール選手。まあ、こういう黒人の人ですね。はい。まあ、そういう感じですけれども、まあ、そういうわけでね、まあ、ビットフィネックス、まあ、長年、やばいやばいと言われていましたけども、いよいよまずくなってきたというような状況ですね。で、裁判の資料を見てて、まあ、思ったんですけれども、その資料が、その、リンクが入ってて、で、その参照先とかで、まあ、使われてるんですけど、このパーマ .cc っていう、リンクが貼られてて、それは何かなと思ったんですけど、まあこれはまあテザーインターナショナルということはリンクを貼ってあるんですけども、これなんかアーカイブするサイトみたいで、でそれをこう見てみると、そのなんかその裁判とかになった時に、そのどうもそのリンクを提出した時にはもうその裁判をする時にはまあ大体もう 50% ぐらいしかそのリンクがつながんなくって、もう残りはもう切れちゃってるということで、そのアーカイブをするの会社みたいなんですけど、でそれのビジネスモデルは、アカデミックと、そのアカデミックの人と、裁判所と図書館の人は無料で使えて、その他一般の人や企業とかからそのサブスクリプションとしてお金を取るっていう、そういうなんかビジネスモデルでね、アーカイブするサイトみたいです。これ以前ね話しましたけど、こういうそのアーカイブこそをチェーンにね記録するっていうことにすればね、いいんじゃないかなっていうふうに、まあ、思いました。というのはそのアーカイブとかだったらもう今となってはね、その何でも書けるわけで、自分で勝手にこう作ってアーカイブすれて存在してましたとかっていうふうに、まあ、言えるじゃないですか、うん、だからまあ、大吾が言ってたように週刊誌であることないことを書かれて、でバーンって先に出たら、結局それが最初にその報道されてこうバイアスがかかってイメージが悪くなっちゃって、でそれがその後でその撤回するのがその非常にね印象とか操作されて難しくなるわけですけれども、それと同じでネットに書いてあることをその、信じてこう広められちゃうと、それですぐに印象操作されちゃうんで、まあ、ネットそのもののことをねすぐ使っていいのかっていうこともあるわけですよ。だからでそもそもそのネットに書いて あったんですかっていうところも、そのまあ今となってはね誰でも何でも書けますからね、というふうに思ったわけです。はい、というわけで、以上今日はビットフィネックスの裁判についてでしたけれども、最後に、ハンドキャッシュ SV の、まあ、一番こうイケてるウォレットですけれども、ハンドキャッシュのiOS 版が今日ようやくその、リリースされてアプローブされて、まあ今まではねテストフライトでベータ版だったんですけれども、いよいよベータを抜けて、本番のアプリがリリースされたっていうことになりました。まあまだねちょっといろいろ使ってみてね、バグがまあいろいろ出てくるとは思うんですけれども、一応少し前進したということです。はい、というわけで以上です。東京ビットコインニュースでした。今日はここで終わりです。さようなら。